大見敏郎、大見敏郎、大見敏郎。1918年7月7日から1992年7月5日は、東京都出身の歌手、作曲家、映画監督である。本名、大倉俊彦。兄は新東宝、大倉映画社長を務めた大倉三つ姉は、コロンビア専属歌手となった、香取美穂子。孫にアイドルグループ、エレクトリックリボンの元メンバー。 エリカがいる。生息中学校卒業、武蔵野音楽学校に在学中、教授と新旧試験の方法をめぐって対立。1936年、昭和11年に退学した。太平レコードからサメ島俊弘の芸名で、スベロヨ、スキーで、レコードデュー。ポリドールレコード専属になるまで、マイナーレコードを転々とし、その間に、大友博士、リーガル、 大久義高、朝日など改名を重ねるが、ヒットに結びつく作品はなかった。その間では、特に、リーガル専属として活躍した、大友博名義でのレコーディングが多く、松平明の、夕日は落ちての替え歌、ドローの涙やコロンビア本番から本名で発売された、北京公客踊り戸が代表作となる。1940年、昭和15年、 ポリドールに自ら作曲した思い出の波記事を持ち込んで歌手兼作曲家として専属となり同曲でデビュー。どうせこの家業は水商売だから飛び箱に近い滋賀の大見商人に習って大見城と名乗り、世紀の青空、僕の東京、関東航路など二十曲以上をレコーディングし、ポリドールの代表的な歌手となるが、1941年、 昭和16年末の演席で、ワンマンで有名な鈴木育三郎社長と対立。そのまま、ポリドールを退社してしまう。1942年、昭和17年、ポリドールの先輩である、上原里氏のヒット曲、妻恋道中をテストで歌って、コロンビアの専属歌手に、さらに小賀正夫に懇願して、文下生となり、主に訓授工場の遺門に活躍した、上を、 近江ミー白梅で発売した後、近江ミ郎と白と改名し、突撃ラッパなりわたる敵白旗を挙げるまで、かくて神風は吹くなどをレコーディングするが、当時の近江にとって印象が深い曲は、ニュース歌謡、台湾沖の外科であったと後年に語っている。デビューから10年目の1946年、昭和21年に、悲しき竹笛が大ヒット。当初、会社側は、 なら三重のソロで発売したい意向であったが、小賀の推薦により、大見がデュエットすることとなった。さらに翌年、ポリドール時代に懇意にしていた、米山正夫がシュベリアから復員。1942年に、高峰秀子のために作曲したが、当時の米英音楽の規制により、米英的なメロディとして、未発売に終わった山商社の明かりを持ち込み、この曲に感動した大見が強力なプッシュで、 NHK のラジオ歌謡に採用させ、大ヒットとなった。この曲のヒットで、コロンビアの専属となった、米山の自作、南のバラも、大都市、歌手としての地位を確立。大海が主演し、水戸講師の共演で大英で映画化されるほどとなった。1948年、昭和23年、霧島登の,のために作曲した、湯の町エレジーを、小川、大海に、 レコーディングさせた。歌い出しの低音が出ず、本番を二十回近く取り直す、苦心の末に発売。同曲は一年で四十万枚、最終的には百万枚、近い大ヒットになる。湯の町物語など、シリーズものが発売されるほどのヒット作となり、岡春を田畑義夫と共に戦後三バガラスと言われる、スターダムの仕上がることとなる。その後も、百四十九年、 昭和24年に、ハバルフスクコータ、月夜船などのレコードをヒットさせる一方、映画にも、主演や助演で2枚目役として活躍し、順調であったが、1951年、昭和26年、多額の支度金を用意されキングレコードに移籍。湯の町月夜などのヒットを出すが、専属作曲家の作品を吹き込まずに、自分の作品だけをレコーディングしていたら、 キングの作曲家を代表して、江口義から抗議を受けたということもあり、3年の契約終了後退社、ポリドールに席し、忘れないようなどを発表。1955年には、大見プロダクションを結成して、映画制作に乗り出し、同年に自ら主演した、陽気な天国、日活で監督デビュー。翌年、兄の経営していた新東宝へ活動の場を移し、 1960年までの5年間で20本以上の映画を制作した。多分野で名を成した人が映画に進出する異業種監督としては珍しく、娯楽映画の商品に徹している。映画に進出してからの大見は、高島忠夫主演とした、坊ちゃんシリーズや、コロンビアトップ、大と古川六波を起用した、陳道中シリーズなどの喜劇映画を得意とした。大見自身も、 マーキュリーで、坊ちゃん青空を行くなどをレコーディングし、歌手活動も継続しているが、作曲家としても、藤島武雄らに曲を提供している。特に1961年、昭和36年に、ユリトールのために作曲した、カックンルンバはヒットした。また、戦後1979年、脇役、長田総長役ではあるが、喜劇映画、下落合焼き鳥、ムービーにも出演。 1960年代後半、昭和40年代以降は、夏メロ歌手として活躍する一方、テレビ番組の司会者やコメンテーターとしての才能を発揮。歌手というよりタレントとして認知されていく。B 級歌謡番組やモノマネ番組などの審査委員長を務めることが多く、紹介の時に、大見敏郎大先生、などと紹介された。往年のスター歌手でありながら、 本人も選ぶらない、寂奪なキャラクターを通していたことから、この頃にはすでに高校屋の風格があった。萩本金一のバラエティ番組テレビ朝日、金ちゃんのどこまでやるの出演時は、東四郎くんの名で、レギュラー出演、ユーモラスな学生服姿とひょうひょうとした演技で、お茶の間を沸かせたこともあ、やはり萩本が主演だった、フジテレビ、オールスター家族対抗家合戦で、 審査員を務め人気を得る。しかし、1985年の年末に、同じ審査員だった立川隅人が休止し、翌年1月に異例の追悼特番を放送し、出演者代表で長寿を読み号泣した。一連の喜劇映画を監督した経緯から、お笑いにも造形が深く、お笑いスター誕生。日本テレビの審査員も長年務めていた。この ドバドバ大爆弾、テレビ東京等でも肩書きは常に市議委員長であった。トンネルズの生でダラダラ行かせて、日本テレビが末期のテレビ出演であったが、この時もトンネルズが久々にコントネタを披露する際の審査員役であった。1976年、昭和51年、惜しまれるうちに引退したいと、歌手としての引退を宣言、後年それは、 夫人の思いを組んだものであることを明かしている全国縦断リサイタルを行い最終公演は NHK ホールでビッグショーの公開録画と兼ねて行われた。しかし1979年に恩師である小賀正夫の追悼音楽会が開かれるにあたって3年ぶりにマイクを折った。この音楽会において一番世話になった人の会にミソラばりが出ないのは人の道に外れていると発言し、 メディアの話題をさらった。一方、ミソラヒバリの所属プロダクションは、ヒバリの不出演は、長期劇場公演中のためであり、ヒバリ自身には出演の意思はあり、もっと早期に、制作側の出演要請があれば、スケジュール調整も可能あったと釈明をしている。その後、もともと幼少時から可愛がっていたヒバリとは、和解が成立。1985年放送の、 思い出のメロディーでは久々に共演し、にこやかに両者が話すシーンも放送されている。この公演以後、原則、歌手は引退としながらも、NHK、思い出のメロディー、1985、86年や、テレビ朝日、題名のない音楽会、1989年など、メディアで往年のヒット曲を披露することは少なく、なかった。また、今夜は最高。 日本テレビへ出演した際にはこの言動をパロディ化したコントを自ら演じている。周囲の要望と引退を進めたとされる夫人から了承を得たことから1990年、平成2年にテレビ東京、年忘れ日本の歌で歌手として復帰。歌劇、影をしたい手や歌手協会主催の歌謡祭などにも活躍を始めるが、1991年10月、 1990年に患った前立腺がんが再発したことを公にし、絶対勝ってみせると語るも、その直後急激体調は悪化。入退院を繰り返し、1992年7月5日に肝不全のため死去。命日は誕生日のわずか2日前である。亡くなる次の日には昭和歌謡大前週第二弾テレビ東京の収録予定があっており、 また9月には、神奈川県内数箇所でリサイタルを開く予定があった。なお、実刑との関係で死去するまで、大倉映画の副社長を務めていた。他多数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。